頑張りましゅ。本当ありがとう。それとバンドの経費は私が管理するね。え、りょうさんに預けた方がいいんじゃ。どういう意味じゃ。あのね、ぼっちちゃん、りょうはこう見えてめちゃくちゃお金遣い荒いの。え、お金持ちでお小遣いたくさんもらってるけど、楽器につぎ込むから常に金欠だよ。てれ、どこが褒め言葉に聞こえた？